66式鉄棒、66式鉄棒、66式鉄棒は自衛隊で使用されている戦闘用ヘルメットである。陸上自衛隊のほか海上自衛隊などでも使用される。現在は合計の88式鉄棒の調達が行われている。原型となった M1 ヘルメット同様合金製で純粋な鉄製ではない。外棒は指名契約で川崎製鉄、 現在 FE スチール製造。厨房は契約入札による。原型は第二次世界大戦や朝鮮戦争、ベトナム戦争などで米軍が使用した M1、ヘルメットである。M1 は警察予備隊や保安隊にも供与されており、これをベースに若干の改良を行い、1966年に正式採用されたのが66式鉄棒である。 米軍のものと同様に、厨房、ライナーと、外房、シェルの二重構造になっている。米軍の M1 に外見は似ているが、ツバの形状が若干長くなっている。また、M1 がアメリカ人、特に最も多数派の白人のアングロサクソン系、成人男性の頭部に最も適合するように設計されたため、前後に長く大多数の日本人の頭部には、 安定性が悪いという問題点があっため、厨房のインナーが改良されている。材質は M1 に準じた高慢眼光が用いられている。この材質は、戦前の第日本帝国陸軍正式の98式鉄棒や90式鉄棒、あるいは同時期に欧州の軍隊で用いられていた鉄棒のニッケルクロム鉱に比較的柔軟である反面。 ブルドーザーの葉やレールのジョイントにも用いられるなど、生産性や資源量の点で優位に立つ。戦前の鉄棒が自身の高度で命中した弾丸を破壊して、貫鉄を予防する設計であるに対して、高慢眼光の66式や M1 は命中した弾丸を自身の柔軟性を利用して凹みながら受け止める設計となっている。このため、 戦前の鉄棒のように略棒の上に直接小さめの鉄棒をこむるのではな、厨房の上に大きな隙間の大きい鉄棒をこむる二段構えの構造となっている。64式 7.62mm 小銃の設計者の一人であり、66式の対射撃試験を担当した伊藤新吉によると、66式には試験弾丸が命中した際に先行してはいけないが、 1>, 1から1、2インチ、約38ミリ以下の凹みで弾丸を受け止めればよい、という性能要求が課されたという。厨房は、樹脂製の単純な金型成形で作られており、M1 ヘルメットと同じようなハンモック構造となっている。厨房及び、外房の重量の合計は、約1.4キログラムである。なお、前述の伊藤の記述によると、 厨房は鉄棒を被せた状態で試験弾丸を受けた際に鉄棒のへこみに伴う衝撃を吸収し着弾による亀裂は生じて良いが衝撃で破片が飛散してはならないことが性能要求に課されたという高速で飛散する破片は樹脂といえども頭部に大きな損傷を与え得るためである年に新型の式鉄棒が採用されたが 現在でも66式を完全に更新するには至っておらず、大臣、陸幕、方面直轄の広報職種や学校、教育隊、予備自衛官などで使用される。88式が配備された部隊でも二重構造を廃止単一構造とした88式には厨房が存在しないことから、66式の厨房、一部では新設計の厨房、二型に更新が 警察組織でも防弾用装備として採用されており、色は紺色に塗装していることが多い。また、機動隊の SB-8 型防護面付け、特殊警備用ヘルメットと同型のバイザーや、防弾用バイザーを後付けしたデルもある。前者は、浅間山荘事件や三菱銀行人質事件で、使用が確認されている。 校舎は現在でも発砲事件や発砲を伴う立てこもり事件で使用されるほか、過去に警視庁をはじめとした重機対策部隊の装備として採用されていた。近年、都市圏の警察組織では新型の防弾ヘルメットに更新されているが、地方の警察組織では重機対策部隊用装備として現在使用され続けている。88式鉄棒と異なり、 サイズは一種類のみである。調整は、ライナー内部の紐の縛り位置や、頭回り部で保持する、バンド部分で調整する。固定用の顎紐であるが、厨房については固定金具付き交わせのものがある。外棒については、アド色の布製の帯であるが、着脱の容易さと見栄えのために、私物として、専用のストラップを購入する場合ある。色は、 つや消しのアド色であり、新品においては、粒子状のザラザラした質感がある。舞台において新品が支給されず再塗装が施されたものについてはこの粒子感は再現されない。場合によっては、緑色がほとんどなく灰色味の強い塗装となるまた、本体には明細効果がないため、上から布製の明細服と、植生を利用する偽装網の装着が可能である。なお、 偽装網をつけた場合にゴムバンドを併用することがあるが、これは売店で売っていたり、ゴムチューブなどから自作した単位の私物である。66式鉄棒の迷彩王位、1、系は、外棒、厨房の間に挟んで使用されているケースが一般的だが、本来は、米軍の王位のように挟んで使うものではなく、外棒厨房の両方の上から被かせて、固定紐を締まるものだったが、 外棒と厨房に挟んで使われることで、外棒と厨房が密着せず、安定性が一段と悪くなった。そこで、文房具のクリップ、ターンクリップを使用して、外棒と厨房を後部で固定し、運動時のガタつきを抑えるなどの工夫も見られる。顕著な欠点としては、M1 ヘルメットよりも日差しが長く、64式 7.62mm 小銃の 伏せ打ちの際に鉄棒を深く被っていると、銃の消紋と日差しが干渉することである。この点は、合計の88式の導入で改善されている。その他、長時間被っていると、ライナー内部の紐が頭部に食い込むことが多いことなどが挙げられる。また、厨房に関しても2002年度より、内装の形状の変更及び、顎紐が従来の合成比較性から、 ナイロン製の取り外しが容易なものに変更されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。